はい、皆さんこんにちは、安倍の生命です。ここは小沢の交差点ですね。まっすぐ行くとね、富岡の市街になりますね。今日は、スタンプラリー、取れたんですかな。それで音美ちゃん家と上州富岡駅がスタンプポイントになっていて、ちょうど、3つになるんですよ。で、3つになるとどうなるかっていうと、ちょっとした記念品が残ってれば来るはずなんですけどね。だから音美ちゃん家の方を先に行って、3つ目にね、上州富岡駅の方がいいんで、もらえるポイントになってるんでね。とりあえず無料の駐車場に置きますね。ここはもう踏切ですね。上州富岡駅は左の方にあります。今ね、視界に入ってくるのがね、市営の無料駐車場から出ているね、街中周遊観光ですよ。なんか協力金っていうのが、100円くらいかかったんじゃないかな。こちらが上州富岡の駅です。音美ちゃんもいますね。一旦ここを、素通りして、ここを左折しますね。ここは一時停止じゃなくて徐行ですね。徐行でも一時停止していいんですよ。ここは踏切。またね、上信電鉄、イラスト電車っていうか、絵本電車みたいなものが来れば面白いんですけど。相変わらず見学者多いんですかね。富岡市応援フォトコンテスト、参加費無料だって。面白いね。景色じゃなくて和菓子、スイーツ、お土産物の写真です。11月16日だって。そういったフォトコンテストもあるんだね。音美ちゃんいましたね。今日やってるんですかね。開いてます、開いてます。とりあえずね、スタンプを探さないといけないんです。秋からハイキングも、こんにちは。よいしょ、よいしょ。これですね。ちょっとスタンプをさせてください。こちらになりますね。本当だ、こっちですね。じゃあちょっと押しちゃいます。ありがとうございました。
ウォーキングスタンプラリーだって。面白いね。はい。どうも、トミちゃん、こんにちは。そうだな、ちょっと二人で写真撮りますかね。ほら、こんなにカラフルな。これが噂の絵本電車かな。わかんないけどね。ああ、ちょっと遅かったね。行けなかったね。まいったな。これ3つ3箇所押したんですけど3箇所押したんですけどね、ちょっとこれぐんまちゃんちのところこれ押しちゃった。これここですよね、今さっき行ってきたんだけど。そうですね、どうしようか、ボタン押して直そうか。なんてそそかしいんだ。場所、どこの場所が違う？上州と宮古駅だったんだけど、群馬ちゃん家のところに。群馬ちゃん家の半分まで行ったの？群馬ちゃん家の半分の場所に、おとみちゃんが押されちゃった。の半分が押されちゃったっていうやつ。どんだけ。なんか、200円。もう始まってるのかもしれない。あー、やだ。はい、すみませんね。はい、ありがとうございます。いやー、まいった。なんでこうなるかな。あ、これがね、3箇所目の記念品です。もう買いましょう。恥ずかしい。